ちょっと禁じ手っぽいんですが、自分の記事をはい。語らせてください。ついに来ましたね。はい。毎週書いてるからちょっと 語りたいなと思って。はい。この記事は、書き方じゃなくて、まずはね、影絵にちょうどいいライトが意外になくて、まず右上の写真が、これビデオライト。ビデオライトで影絵やったんですけど、これって今明るいライトって大体LED が集まってるから、一灯じゃないから影がね、こうぼやぼやんってなっちゃうの。なるほど。そうなんですよ。大へえ。抵今、100均とかにもある明るいライトってみんなこうだから、そうですよ影絵ね。ができない。ちっちゃい懐中電灯でもなんか3つぐらい LED 入ってますもんね。じゃない？だからこれはいわゆる昔ながらの懐中電灯を買わなきゃダメだなと思って、右下の写真のある懐中電灯をメルカリで買ったんですよ。買ってすごいクラシックなの来たと思ってやったら、これはこれでなんかおかしいんですか、影が。ほら。なんか唇みたいなできてますね。なんかね、光がもわもわって、なんかなんでなんだろう、これ全然わかんないんだけど。なんかレンズ入ってませんでしたっけ、昔レンの。ズ入ってんのか。レンズが入って、しかもこういう銀色のところで反射してるからなのかああ、かもしれないですな。ね。確かに。でね、メルカリで買って、こういうの探してたんです、なんて、出品者におべっかも使いながら買ったんですけど、結局、なんか、昔、懐かしい懐中電灯が1個増えただけで。でこかれい邪も魔うね、なやつこが。れ確かね、もう廃盤なんじゃないかな、売ってなくて。ああ、見かけでないでね、すね、確かそうに。で、メルカリで買ったんですけど。でね、あともう一個、左下の絵なんですけど、屋内でこれ撮った絵なんですけど、なんかさ、面白くないなと思って、白い壁に林って出てて、なんか、めんどくさいアーティストの展示みたいじゃん、これ。アートみたいだなと思って。ああ、確かにギャね、ハハっていう感じじゃないですもんね。なんかどっかのギャラリーみたいで面白くないなと思って、やっぱ外じゃなきゃダメだなと思って外に出たんですけど、でこう上に書いたんですけど、このノウハウは今後どうしたらいいんだろうなっていう、また無駄な知識を身につけまして。で結局これ見てる人に言いたいのは、影やりたい時はスマホがいいよっていう。ああ、そう、なんか前ちょっと林さんに話したかもしれないですけど、この記事すごいなと思って、単純にその動画がすごいなと思ったんですけど、影を出したい時にどうしたらいいかなって思って、僕はもう完全にその顔っていうか、その体より前からバーって照らすことしか考えてなかったんですよ。なんですけど、背中の後ろにライトを置くのは、まあ言われてみればそりゃそうだなと思って。これはちょっと目から鱗でしそうたですか。ね。ありがとうございます。そうすれば悪魔も隠れるし。影と本体が、僕の体がちゃんと映るかなと思ったの、意外にちゃんと両方映ったんで、そうですね。でもね、シャッタースピードを長くしたりとか、結構30分、1時間ぐらい調整はしたかな。あ、じゃあ、もうモリモリノウハウ溜まってる状態なんですね。それで、暗いから、俺がちゃんと映んなくて、影だけ映っちゃったときは、別役さんに撮りながら、もう一個のスマホのライトで俺の体照らしてもらってたわ。こうラああ、イトそっつけか。てた。2頭いるんですね。2頭で撮ってたりもしたけど、結局でもね、スマホ、iPhone のカメラが性能良すぎるんで、iPhone のカメラで撮れちゃったかな、あ、その明るいのが。へえ。iPhone で良かったっていう。あでとも、は、はあ、どうしでましもあた？れ、背中の後ろにもスマホのライトついてるんですよね。だからスマホいっぱい持ってるんですよ。これは、この週の、もう一本、文字起こしの伝言ゲームの時もいっぱいスマホ持ってるわけよ、俺。俺ね、スマホを買った時に、下取りに出さないんですよ。だかじら、ゃあ、歴代のが。歴代のがね、全部家にある。ああ、なるほど。で、あと、これが結構、なんか読まれて、井口さんかな、これはコスプレ業界の人みんなやるかもって書いてて、あ、はいはいはい。
これはそうか、じゃあビッグビジネスだなと思って、確かに。一応追記をしたんですよ。読まれなかったね、これ。本当に脱色だった、ね。そうだったんですよ。あそこ辺が来たと思ったら。恥ずかしいと思って、こんなに読まれないの。これなん、あの自分で、ああ、そうそう、ちょっとじゃあ僕からノウハウを教えましょうかなんて感じで書いてね、読まれないっていう。いや、でもこういうのは、あれですよ、その、後からの人というか、ね、そうね、その後々リファレンスとして、そう人を助けますからね。そうだね。でこうな、書いてある内容も針金でいいよっていう、はいはいはい、あの自由自在でね、はいはいはい、資格も自由自在好き。あ、僕でも普通の針金使ってますね。あ、本当？ホームセンターとか。すごい自由自在好きなんだよな。おいいですか。あれいいよ、あの太いのがあるんだよね、あの6ミリっていう太さの自由自在が、6ミリ今手元にあるんだけど、これこんなに太い針金で、はいはい、すごい簡単に曲がるし、ああ、ね、本当だ。コーティングしてあるの、あの針金、ちょっとこうシリコンみたいなのが巻いてあって、あ、へー、金属の周りだからね、引っ掛けた時滑らないの。こう、ああ、なるほど。そうか、それはいいですね。そう、これはね、で、切るのも普通のニッパーで切れるし。うんうんうん。でね、その太さの針金、全然切れないですよ、普通。そうそう、これの太さの針金あったら絶対切れないじゃん。うんうんうん。そう。というね、これでやってます。